最初じゃあため息をついてみようか。音程関係ないんでため息をどうぞ。せーの。出た時さ、これ声出るじゃん。出てる音はやろうと思ってやってないよね。でそれやろうと思ってないで出た音っていうのがさ、この人の割とコキーだったりするのね。だここの音今ね出してっていうよりもはーって出した音の方が自然なとこから出てるのよ。皆さんこんにちは、チェーズボイスレッスン本日も始まります。本日は自律神経と声の関係について確認をしてみたいと思います。皆さんが知らない間に声の高さ調節しているのは自律神経の範疇だよというところを確認してみましょう。レッツスタート。というわけで、なんか今日はなんかちょっとなんか今日事情がなめっちゃ変なのよ。どこから対応しようかなっていうところなんですけど、私たちってさ、その、まあ、歌をね、皆さんどういうふうに歌ってるか分からない、鼻歌で歌ったりすることもあると思うんだけど、声っていうのは何て言うかな、楽しくなるだーって高くなって落ち込んだーって下がるじゃない。でこれってやってないでしょ皆さん。なんかそう反対の人もいるかもしれないけど、でそれっていうのは、ね、なるものなわけね。でそれは交感神経と副交感神経のバランスが悪くなると具合悪くなっちゃったりするのよ。で歌を歌うってことを、もちろんすごい素敵な歌を歌って売れてもうなんかかっこいいよっていうのもいいと思うし、そういうのも全然そういうの目指してる方 も頑張ってって感じなんだけど、どんな人でもこの自分の声の高さとかこの歌を歌うってことにこうトライしてみると、意外や意外自分のそのこう浮き沈みとかね、自分がどう思ってるかとかどう感じているか、もしくはどう欲しているのかなみたいなところに差し掛かるのよ。でこの差し掛かるやつが結構なんて言うんだろう、まあ怖いなっていう人も いちゃって、なんか自分のことって分かったら怖いもんね。確かに自分のことなんて分かんないことがほとんどだもんね。あと自分のことが好きになったり、自己愛が強すぎて自分が常好きっていうのはちょっと違うかもしれないけど、なんかね自分のことってねすごいこうこういうのを確認すると好きになれちゃったりするのよ。好きになるっていうのは表現が何とも言えないんだけど、でなんか例えばさ、喋ってる時に、まあ、いつもやってることだけど歌を歌 もう以前の問題で、私たちが声をこう発するってところっていうところまで遡るわけで、遡ると話自体はなんかこうつまんないなっていう風になる人もいるみたいなんだけど、でもよくよくそこまでやってみるとマジ歌上手くなるし、だからある程度出来上がっちゃって頑張るとかいう世界にそのないのよ。その歌が上手くなるってやつはやってることがそう見えるためにその頑張ったみたいなのはあるかもしれないけど、どういう風にやってるかっていうことにこう差し掛かることが一番ベストなのね。で一番ベストなんだけど、この差し掛かると何度も言うけど自分のやってることはまずみたいなはずとかいうやつが出てくるんで、そこがちょっとまあ、ネックといえばネックなんだけど、でもそこまでやったら本当にいろんなこと変わるんで、変わるっていうか、まあ、自分にとって都合がいいとか悪いとかじゃなくて、自分にとって一番いいペースとか自分にとって一番その素敵なことが判断できる時間が見えます何言ってる時間が見えます。でよく言うんだけど、私も人生は時間だと思ってて、時間って、まあ、もちろんだからさ120年とかいうふうに生きれるかもしれないわけじゃない。なんか300歳とかの人聞いたことないもんね。だけどその、まあ、死ぬ死ぬとかじゃなくって、今自分の人生こう生きてる時間みたいなことをやっぱりそう歌を歌ったりするとき、まあ、歌だけじゃないんだよ、これ他のことでも何でもそうなんだけど、そういう時間の切り取ったりするお仕事、まあ、例えばこうさ動画とかさ皆さんこうやってらっしゃる方も多いと思うんだけど、その動画編集してみたりするとさ、その時間を切り取ったりするわけじゃない、まあ、短くしたり長くしたりまた面白くするときに編集したりみたいなこと、人生ってさその編集ができないできないっていうか編集しないでダーッと流れるわけじゃん、ザーッとザーッとね。でも例えば自分のさ30年間を振り返ろうなんて言ったらさ30年かかるわけじゃん、全部見ようと思ったらでそれを早回しにした場合はそれは30年とは言わないから、でそのなんか時間の把握みたいなことをこう確認する作業っていうのが、なんていうんだろうな、歌の中でやるといろいろ集約する、まあ、もっと言うと私たちってさ感情の中で時間の長さ変わるじゃん、ね、だって時間の長さって変わらないのに時間の長さ変わるじゃん。まあ、例えばさっき見たけど高揚したらはーってなるけど、楽しい時の時間とはーって落ち込んだ時の時間って違うはずなのね。あと嫌なことすごいやらされたりするとすんごい長くなったり、もう楽しいことシュッと済んでしまうとか、なんかその時間の長さが変わるわけじゃないんだけど捉え方が変わるわけじゃん。だその捉え方が変わるところの縮小したり拡大したりするみたいなことをこうするわけよするわけよって歌の中で。でそうするとさ、まあ、例えばこう、まあ、あの曲を聴くとさ、なんかもう気持ちがすごいわとか、もうなんかこの曲本当にこう染みてくるのよねみたいなやつでとか、あ超かっこいいよねとか、なんかまあいろんなことを皆さん思うと思うんですけど、そのこの曲はなんでこうなんだってことをまあ解説するのもまあありっちゃありなんだけど、
な解説する日もあってもいいかもしれないんだけど、この人の歌、まあ、例えばね、だからね、本当にもともとめちゃくちゃ声が良くて、もう人生持って生まれたのまでスターだーなんて人もやっぱりいるのよ、そういう人は。で、まあ、その人たちの人生が幸せかどうかはちょっとまあ置いといて、その素晴らしいその人生って人として生まれてきたその根性でそういうことがおできになる方っていうのは、まあ、そうそうたくさんはいないと思うんだけど、でも、まあ、私たち、まあ、すなわちその多数派っていうかさ、その売れてなんとかを目指すっていうのもまあ一つあるとは思うんだけど、でも社会で生きていくとか人生を生きていくっていうのはほとんど どこの国の人も同じようにあるわけじゃん、まあ、ただその情勢とかがあるからさ、今ウクライナとかもさ、あのロシアとかもそういうことがあったりするから、まあ、自分で選べない環境になっちゃう時というのももちろんあるんだけど、でもこれ歌に関してはさ、なんかこうその歌を歌っちゃダメだよっていう、なんかこう抑えられてない限りはさ、ほとんどの場合がやれる話なんで、だから どんな時も歌うことができる毎日があるなら、単純にさ歌を歌うのが楽しいなっていう日もあると思うんだけど、楽しくないよそんなのつつがれたらっていう日もあると思うのね。で、私の話はその歌のをこう直していくんで、そのちょっとその辺のところは楽しくない部分も出てくるかもしれないんだけど、実際本当に変わっていくし、あのなんていうかな、その自分の歌がすごい上手いな、ふんふんいい歌だっていうのっていうよりかは、あ、私はこういう捉え方をしてこういうふうに思ってるんだとか、あと自分の未来だったら、例えば、まあ、まあもちろんそうよね、誰かさ人がいてさ、その人がこう成功してるとしたらさ、あの人みたいになりたいとかさ、なんか失敗してる人がいたらさ、あの人みたいにはなりたくないとかって言って人をこう参考にするじゃん。人間って猿真似するのは、猿は猿真似しない、そうよ、人間だけなんだって真似っていうか、そういうのするのって。でだから自分の人生を向き合うっていうことよりは、人の見てどうかっていうので判断してたり、あと今度人と付き合うの嫌だから、それは見てるけどそういうの関係ないと思ったりとかしてると思うのね。でも自分自身に向き合うってことはさ、自分の外に行ってさ、ビデオとか今あるからさ、こういうの撮って自分を映してみたら、なんか変なことやってるなっていうことがあるかもしれないし、自分の声なんか録音して聞いたら、なんか私びっくりします、びっくりですよね、なんか私こんな声じゃないみたいなね。でそれはあの、まあ、今のこの時代ってこういうものがすごくたくさんあるんで、あの確認作業はすごいできると思うのね。で、まあ、何を撮ってもいいんだけど、あのだからその人の切り取り方みたいなことがこう見えるじゃない。で本当に上手にお出来になる方とか、思いのほかそういうのをやりたいと思ってなかったけどやったら得意な人とかもね、例えばいると思うんだけど、ってなると歌なんて、まあ、誰でもできることだから、誰でもやったらいいのよ。でその誰でも歌手になって売れるとかは、まあ、もちろん言わないけど、でも少しぐらい上手な人でいいよっていうのとか、カラオケ行ってわーって歌って発散したよっていうので、いい人はもう全然それでいいんだけど、でもなんか、なんだろうな、このここうまくいかないなとかさ、なんか なんだろう、こうもうちょっとこううまくできないもんかなっていう人とかさ、あと前に本当そういう人いたけど、カラオケさんの点数つくやつでさ、あの100万回歌ったってさ、まあ、歌って確認しない限り絶対うまくならないから、だから確認っていう作業をすることが楽しくなると人生もこう確認するわけじゃん。だから無駄に流れちゃう時間とかさ、気づかなかった時間とかがさ、まああるわけじゃん。だからその人生の間に、まあ、あの時、まあ、もちろんさ、後からその話聞いてさ、あの時そうだったんだみたいな、後で知ることはもちろんあるよ。でもその時にすぐに分かる。まあ、先週ちょっとあのシャドーイングの話したんだけど、シャドーイングってあの英語とか勉強される方がその音についてこう影のようにこう追いかけていって聞くっていう作業なんだけど、歌もすごいそうで、あのピアノでこう楽器鳴らしてから音が正しいかどうかを確認するではないわけよ本来は。だけど歌って出すっていうか、聞いてあって出すこの瞬間のところがさ、あのなんとなくやってる作業だったり、あとなんとなく、そのできなかったりとか、なんとなくできたりとかって、このなんとなくみたいなところを外してあげると、あ、じゃあこうすればいいじゃんって言って、ワン、ツー、スリー、フォー、あっていうのがさ、まあ、例えばワン、ツー、スリー、フォーで、この手をピッと抜けてくれ、ワン、ツー、スリー、フォーっていう、こういう感じでワン、ツー、スリー、フォー、ペッ、犬じゃないけどね、このワン、ツー、スリー、フォー、ペッっていうさ、ワン、ツー、スリー、フォー、ペッって言った時にさ、こうペッってやるってことは、ワン、ツー、スリー、フォーっていうのがあって、ペッってやってるわけよ。なんか言ってることがある。そのなんだけど、今 手もさ、手もこうやってやったけどさ、声を出すってなってさ、声ってさ、どこから出てるか分かんないし、見えてるか分かんないし、どこがジャストみたいな、どこがピッとくるわけみたいな感じでさ、だからなんかタイミングを合わせるっていうのは、その前後の作業を見てて、で自分の作業もどうなのか、まあ、うまく入れないのよね、ここ乗り遅れるのよねみたいな人がいるとしたら、それをちょっと早くしてあげればいいだけとかさ、そんなもう本当そんなやつ。
ただ声にはキーがある、皆さんキーがあるので、その自分の出しやすい音と出しにくい音っていうのがあるのよ。で、大体さ、皆さんもさ、学校の音楽の時間とかでもそうだと思うんだけど、もう先生ピアノ弾いちゃって、はい歌いましょうって始まっちゃうじゃない。そしたらさ、まあ分かんない、私の授業とか私のレッスンの中ではこういうのキーがみんなキーパターンがあるんで、あのいくつかキーの用意したりとかしてたことあるんだけど、まあ、大体ね学校の校歌だってね、そのキーが今あちこち違うのでは歌わないからね、まあなんか希望のみたいな感じでみんな歌ってると思うんだけど、あの自分のキーがどこかっていうのが結構分かんなかったりするのね。で、その自分のキーがどこかっていうことってさ、あの、まあ、大体この曲だったら歌えるんだよねとか、この曲だったら歌えないんだよねとか、あのいらっしゃる生徒さんの中でも自分のキーが分かんないっていう人とか、男の子だからって低い人ばっかでもないし高い人ばっかでもないし、女の子だからだってキーがその普通の一般的な女性に言われてるようなキーじゃない人とかもやっぱりいるのよ。で、その時にやっぱ無理して合わせるみたいな、なんか無理してその社会のルールに合わせて生きてるみたいなのにちょっと似てる感じで、ちょっと無理に合わせてるみたいな。だから歌うのすごい嫌いって人もいて、あの運動したりするのはできるけど、歌だとなんかその合わせるのが嫌だから嫌いって人もいるのね。で、それはもう皆さんの思考の問題なんだけど、でもそれはなぜかというと自分のキーが定まってないから で自分のキーに自分のペースみたいなやつに合ってないと調子悪くなるじゃん。で、自分のペースっていうのは自分が嫌じゃないペースにこう引っ込んでってするとさ、またこれ時間がかかっちゃって、そうじゃなくて自分のじゃあペースってなんだろうって言ってたのがさっき言ってた自律神経の範疇でさ、あの交感神経と副交感神経のバランスが崩れると具合悪くなるのよ私たちって。で、しかもこういう、こう湿度が高かったり暑かったりするときに、あのなんていうのかな、気圧っていうじゃん。 気圧ってさ、もう私こんなこと言うとあれなんだけど、気圧ってさ、ここもうキッカッこの水分がさ、私たちにこう襲いかかってさ、それでうわおジメジメするとか、あお暑いとかってなってるわけじゃない。で、その気圧によってさ、あの私たちが感じるやつで、もうなんかよくわかんないけど今日調子悪いよとかさ、まあでも調子悪くてもいいことがあったら暑いけど楽しいみたいなことあるかもしれないけど、まあ、そういうのにすごい作用されるじゃない。で、それと本当に歌っていうか声の関係がめちゃくちゃあるから、でじゃあその気圧に翻弄される私たちの声はのキーはどうなんだっていう、まあ、その難しい話よりもまず今日は楽器鳴らそう。あのさ、まあ、例えばさ、ここの音を鳴らすよって言われてさ、出してって言われたらさ、皆さんも出してって言われたら、この音出しますね、せーの。で、これね、どの音なんだよ。で、さっき見たけど、こうペッてこう出したみたいにね、あーで出してって言われたら、せーの、あーみたいな感じ。じゃあこのペッてやりながらやる、せーの。そうそうそう。でこの時に、まあ、大体このどの音が出ないっていう人は、まあ、あんまりいないと思うんだけど、聞いた音に合わせてその音を出すって作業をやったわけよ。このプロセス分かる？これ結構あの何でもなさそうなことで、なんか意外とすごいことやってるのね。でだけどこの音は今あーって出してあーって出ましたが、その音がどこから出したのかなってなったら、多分どこから出してるのか分かってないんだ。ピアノとかだってさ、押せばどうってなるけどさ、あの押してもね、チチッと言うかもしれないけどならないから、そうそう。でだからどうやって出してるのかっていうのは、もうこういう発音のもうメカニズムのとこなのね。でまず今ここの音出しちゃったんで、まあ、これを出そうってなっちゃうかもしれないけど、もう一回もう聞かなかったことにして、もう今この どの音なんて何もなかった、何もなかったみたいな、もう何にもなかった状態で、今度朝とかさ起き抜け起きてさ、あーみたいな感じで起きる時あるじゃん。その時にさ、あーって言うさ、うーって言うて分かんないけど、基本的にあーって声が普通に出ちゃう声ってあるじゃん。普通になんかあーって声出してって言ったら、あーあーあーってなんかやる人いるけど、はあってもうちょっとため息を例えばつく、ちょっとため息を最初じゃあため息をついてみようか。あのため息悲しいけど、なんかちょっとこう、はあじゃあ次へみたいな、なんか時のこのため息にしようかな。音程関係ないんでため息をどうぞ、せーの。そう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 、もう一回いきますよ、せーの。あーって言った時にさ、これ声出るじゃん。なんかね、あの声出てる音は高さを表してないよね。高さをやろうと思ってやってないよね。でそのやろうと思ってないで出た音っていうのがさ、はーってはーみたいな、わかんないけど、そのなんかはーってこう出た音っていうのが、なんかその人の割とこうキーだったりするのね。いやもちろんそのそれがって言われるじゃないけど、だここの音今ね出してっていうよりも、はーって出した音の方が自然なとこから出てるのよ。そしたらみほちゃんため息をどうぞ、ため息っていうか、
って言った時は、はーみたいな、はーみたいな、でもなんかため息つくのに、はーってやる人はあんまりいないかもしれないけど、ぐらいだからそのはーって出た音から多分はーって出したんだと思うね。今このぐらいの音からで、ため息はそうなのよ。でこのさ、ため息のさ音出したやつとさ、この音出したやつでさ、そんなのとさ考える人多分いないと思うんだけど、私が知ってる限り歌が得意じゃなくて音痴だわとか言うで、私上手くならないんですなんて言ってる人とか、あと音がうまく高いとこ出ないんですって言ってる人の場合、基本的に自分のキーがどこなのか分かんなくて、その自分っていうやつをプチッと切ってであって出してる人が多くて、これは迷子なのよ。これマジ迷子なのね。だからまずその自分の出した音、自分の出した音で出てしまった音っていうのが正解なんだけど、出てしまう、楽に出てしまう音からどのくらいかなみたいな、もしくはそれから先行くと、よくさ本当高い声出したいんだけどどうやったらいいですかみたいな風に言われることあるんだけど、それは高い声が何でもいいから出ればって言って引き上げて出せばって出なくはないのよ。だけどね、そうするとね足元が離れちゃうからね、ちょっと不安定になるの。だからできたら自分の出してる声からどのくらい出るかっていうのを自分の体とつなげること、これはもう絶対おすすめします。でつながってなくてもすごくクリーンとしたいい声とかさ出る人いるのよ。男の人でも綺麗な声ね、ビャッていう声 でそういう人はもともとの場合もあるし、でもそうじゃなくても結構かなり自分が思ってるよりも高い音は出るの。でも高い音は出るけど低い音との対応とか自分と合ってるかどうかってことがもうすごい大事なんで、なので今ため息のことやってんだけどね。でじゃあため息やってみ、かな、わかんないな。なんかそしたらさ、さっきさ あーってやるまでさ、すごいこんなにいっぱい上がってるわけよ。出てたらさ、って言ってからさ、かなりの勢いで高いところまで行ってるわけ。だけどさ、はーって出しちゃったやつからさ、あーってやった時にさ、このつながりみたいなことってみんな考えてないと思うのよ。あきちゃんもやってみ、ため息をどうぞ。はーはーはー、ではタタタタタタ、この辺に上がりました、はい、みたいな感じで、自分の出せたキーか、自分の出したキーからどのくらいかな、どのくらいかなってやつよ。でこれね、他のことでも言えるんだけど、なんか、まあ、あの人にこんなこと言われたからさ、もう本当に腹が立ってんのよねみたいな、そういうのはあると思うんだけど、自分がなんか今日はなんか朝からすごい調子が良くて元気みたいな日もあるかもしれないけど、なんかその自分のこの調子の程度みたいなやつ、まあ、気候が暑かったり湿度が高かったらやっぱり気分良くないとかっていうのと同時に、なんかなんだかわからないけど、むしゃくしゃむしゃくしゃみたいな、そのむしゃくしゃするのってさ辛いのよ、むしゃくしゃは。だからむしゃくしゃしちゃって何かのせいにしちゃうのをしたら、それ解決つくなるけどつかないから、大体が。だからその自分のむしゃくしゃした気持ちとかじゃなくて、まず自分がハーって出たやつからどのくらいの音を出してるのかな、あ、だからこのキーが出ないんだとか、あ、こうやったら出るんだみたいなことってあるじゃない。でそれが言ってる自律神経の範疇よって話なの。で声はやっぱりその皆さん それぞれそのもちろんキーの高さが大体ね、女性は大体このくらいとかね、男性は大体このくらいとか、まあ、もっと言ったらクラシックだったら種類分け、パート分けされてんじゃん。テナーとか、男の人はバリトンとか、女子だったら、ソプラノとかアルトとか、なんかそれもさこう分けられてるじゃない。でそれが種類分けで、よくさオーディション前とかにさ、私のキー分かんないで教えてくださいとかっていう生徒さいるんだけどさ、まあ、大体あなたはこのくらい出るからこうじゃないっていうふうに、まあ、私が言うけど、本当はそれ自分で把握した方がいいやつで、自分のキーっていうのはこんだけ出ますっていうアピールじゃなくって、その自分がどっからどこまで出るのかなっていうのを考えた時の一番最初に出る音がはぁって方が、まあ、狂わないのよ。だけどみたいな感じでやるとみんな変に思うかもしれないけど、そのことをやってない人がすごく多いです。でもちろん歌上手だなっていう人でさ、歌が上手で歌うの好きとかいう人もいっぱいいてね、カラオケ好き、私基本的にカラオケあんま好きじゃないけど、でなぜかというと、私とカラオケ行ってみま行って今歌の先生歌いにくいからすごいねだから歌いたい人が歌ってっていう感じで、歌いたい人は自分で歌ってでいいんだけど、歌いたくない人もいるのよ。だからそれはもう聞いてるのだけが好きとかね、なんかそういう人もいるから、もう絶対にはないんだけど、その歌を歌いたくない人も自分一人で自分の声のチェックするのは何の問題もないから、これはもう絶対やった方がいいのよ。でもっと言うと、すごいいろいろ困ってることが
ある時ってあるじゃん、いろいろ気持ちの整理がさつかないとかさ、気分が良くないとかさ、会社がうまくいかないとか、学校で嫌なことがあったとかさ、こういうのに翻弄される私のこうはぁっていう声からどのくらい出たかみたいなことにこう着目すると、なんかすごいそんなことで悩まなくなる、マジで悩まなくなるし、まあ、まずでもこんなことやってると変わってるねって言われるかもしれないけど、変わってても自分の気分が悪くならない方法だから、これはやったらいいと思うので、でもう歌う歌う、もう今今日なんてどう弾いたからまだいいけどさ、楽器あるのにほとんど鳴らしてない日も多いぐらいだから、だけどこのせーのあーって出すこと自体がものすごく確認してないことばっかりなのね。で本当になぜこんなことばっかり言ってるかっていうと、やっぱりいろんな方が歌をね勉強したいなっていう時があって、でまずそのさ、なんでそれしたいのよっていうところじゃん。だからそのあの人見てかっこいいなと思ったからああいう風になりたいんだっていうのも全然わかるし、女の子にモテたいんだとか男の子にモテたいんだとか、全然そうだと思う。入り口はもうそういうことって全然いいと思う。だけどじゃあそのなんとなくじゃないくしていくっていう作業だってことをすごく分かってほしいのね。なんとなくうまいとかいうのはやってる方も辛いから、どうやってるって分かってた方がやっぱり良くて、天才的にうまい人もいっぱいいるけど、その天才的にうまいはちょっと私はその言わない、秀才的うまいになるっていう方法をやってるので、もともと持って生まれた部分はーってやつだから、そっからどのくらい高さまで出てどのくらいの低さまで出るかみたいなことを調整していくことが、実はすごく自律神経の範疇にすごく近くて、でその自律神経の範疇っていうのは、私たちがその生活してる中でいろんなことが起こった時に気分が塞いだりとか気分が高揚したりとかっていう、そういう部分の根本のところなんだ。でいい音楽を聴けば気分も良くなる。それは例えばアルファ波が出るとかさ、シータ波がどうしたとかさ、ベータ波がどうしたっていうのは脳にもその影響がいくわけだから。だけどそのまあいい音楽を聴くっていうのもちょっと採算度外視で、自分のハーっていう声からどのくらい高くなるのか、もしくはその出した音のここをチョキって出す部分と、そのさっき言ってた低いところからでため息ついたところからなると、さっきと声違うのね。実はここだけ出すとあーって言ってんだけど、あーって多分なってるはずなので、これは体とつながってる状態で出てるので、みんなもやってみたらいいんだけど、はいどうぞ。もうめちゃくちゃ聞いてる、骨から上がってみるか、せーの、そうすると体に合ってる音になってるわけよ。飽きちゃう、そうそうそう。そしたらさ、体とつながってるのよ。これ聞いてる人分かるかどうか分かんないけど、で自分たちもやってみて、楽器なかったら楽器なくてもいいから、どの音か出す音をさこう考えてさ、まあ今これはどうなんだけどね、どうって、ああこの音かなと思って、でも自分ではあってやったら多分こういう音じゃないから、でそしたらはあって音が、これがどの音かっていうのにちょっと絶対音感がないからできないよって人いるかもしれないけど、はあって上がってってもらったら、はあってここだけチョキッと切ってやるんじゃなくて、はあってやると体に合ったキーになるのね。でそのもうさ、この動画撮ってからさ、もう本当結構長い時間経ってるんだけど、歌う以前のもので、どうばっかり出してるのよ。どうって言ってるの、もうこれね、どうばっかり言ってるんだけど、もう自律神経の範疇よっていうさ、話をさ、したくてさ、今日はやってるんですけど、まあ、ちょっと本日なんだか気圧の関係で、なんかちょっと調子の悪い人続出しちゃったんで、なんかちょっと今日はいつもとちょっと違う、のんびりとした感じの短い動画になっておりますが、皆さんもその自律神経の範疇だよって話をしたのは、ため息で出てるような、なんとなく出ちゃったな。もうなんとなく出てちゃった音からどのぐらいの高さ上がってるのかなとか、まあ、例えば間違った音が出ちゃう人は、間違ってるからなんかいい加減に直すんじゃなくて、自分が出る音からどのぐらいの距離かな、どのぐらいの高さかな、どのぐらいの長さかなっていうのをチェックしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも面白いなと思ったら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。チーズボイスレッスンでした。自律神経の範疇だからね。